自分の前世はもう役打ちすぎて、次の人生は絶対に注射がもう大嫌いな体質でお願いしますとですね、もう神頼みにした。貧血気味の方に朗報です。貧血を起こさずに採血ができました。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 用意スタート。死ぬときはやっぱ即死がいい監督です。あーやだやだやだ、本当に嫌だ。皆さん来てしまいました。1年で一番嫌な日、健康診断。超超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 注射が大嫌いなんです。どれくらい嫌いかと言いますと、注射をした瞬間はまあまあ痛いっていうのはいいんですけど、その後血の気がさっと引いて、あ、これ死んだかもというですね、感じになるあの快感、もうあれなんとかしてほしいんですよ。もう毎回ベッドオクリになることほぼ 100% なんです。学生の頃ですね、1年に1回、まあ、そこでの採血もね、注射が終わったら教室にそのまま直行するのではなく、ベッドに直行でした。もう何なんですかね、あれ体質ですかね。注射が終わった後ノーダメージで教室に帰れたことはありません。1回あったのかな。でも教室に帰ったんだけども、その後にあ、ダメだっていう感じでベッドに直行だったので、まあ実質はアウトですね。もうここまで来ると、自分の前世はもう薬打ちすぎて、次の人生は絶対に注射がもう大嫌いな体質でお願いしますとですね、もう神頼みにした。だからこそ注射打った瞬間にさっと血の気が引く、あの感覚が体に備わったのかと思っております。高校の頃ですね、動物が好きすぎてですね、畜産科に入りまして、まあそこでですね、豚の玉を取るところとか、鶏の屠殺という体験をしてですね、もうあれは地獄でしたね。まあその地獄を見たからこそ、夢や想像、ファンタジーの世界の映画の世界に入り込んだ。それがきっかけだったんですけども、映画の中で出る血とかは別に大丈夫なんですよ。リアルな血、血液と本当に弱いです。はい、というわけでですね、本日まああと30分後にはですね、もう採血しております。日本ではですね、30歳を超えると健康診断の一つの項目にも採血っていうのがあるんですよ。確かに健康を測るにはいいことかと思いますけども、なんとかしたいこの体質だったら経験をすればいいじゃないかと思うんですけども、何度も注射して、なんかもう今この時点で採血採血言ってるから体の力が抜けてきてるんですよ、ほんと。まあ、ただです、これって気持ちの問題の可能性もありまして、頭の中でインプットされてしまいまして、もうそれが自分に体に染み込んで精神的な面で負けてる可能性があるので、今回に関しては注射大好き人間監督として採血をしていきたいと思います。本当に今回はもうドクリは避ける、何としても避ける、さすがもう30過ぎているので勝つぞ、強い心気を持って行っていきたいと思います。今回はノーダメージで帰ります。では行ってきます。採血しますね。はい、腕見せてもらっていいですか。親指を中に入れてぐっと握ってみてください。結構採血終わった後、はい、何分間か起きられない感じですかね。そうですね、5分ぐらいですね。わかりました。ちょっとチクッとしますよ。失礼します。指先しびれたりはしてないです。ちょっと手を広げてていいですよ。今日診察も終わったので、気分良くなったらもうあと帰るだけになりますから。はい、お疲れ様でした。何もしますよ。5分ぐらいここまで、また休みにしますか。ちょっと待っててください。大丈夫ですか。じゃあ大丈夫です。はい、帰ってきました。はい、皆さん貧血気味の方に朗報です。まずですね、経過から言いますと、ここ採血してきました。多分勝ちました。貧血を起こさずに採血ができました。
はチートを使いました。問診票というものがありまして、貧血になりますかってところに丸をつけてて、採血の時なんですけども、今回はもう暴露しました。普段は言わないのですが、もうこの際ですね、毎回採血したらベッド直行ですって看護師さんに言いましたところ、多分特別対応かと思いますが、ベッドで寝ながら採血ができるというですね、本当にありがとうございます。寝てるからかもしれないけども、いつものさーっと血の気が引くあの感じを体感することがなく、採血をクリアできました。まあ、ただですね、ただ寝てるから血の気がさーっと落ちても気づかなかったっていう可能性もあるので、克服したとは言い切れません。ただこれはですね、どの病院でもできるかわからないので、相談という形でですね、言ってしまった方がいいかと思います。というわけで終わりました。やったー。まあ、ただね、1年後にまた来るので、体調を崩したら採血来る可能性もあるので、本当に健康は一番ですね。健康を崩したら映画も撮れないし、こういった YouTube も撮れないので、改めて健康診断を受けたことによって身が引き締まりました。注射が嫌いっていうのはですね、やはり変わらないので、まあいつか血液検査もね、頭のピッてやったらもう血液も取れちゃうみたいなね、最新技術がですね、発明されるちょっと未来をですね、今か今かと待っておりますので、本当に技術者の皆さん、何か方法はないでしょうか。健康診断終わった後ですね、バナナと柿買いました。はい、というわけでですね、健康診断今回勝ちということで、もし採血で結構貧血になってる方はですね、看護婦さんに言ってください。もしかしたらベッドの隣で採血してもらえるかもしれませんので、本当に無理な人、こういった方法もあるということですね。皆さんも健康に気をつけて、ハッピーライフを楽しんでいただければなと思っておりますので、今後監督ラボよろしくお願いします。はい、この動画ではですね、映画レビューですとか商品レビューを中心に紹介しております。もし興味がありましたら他の動画もぜひ見てください。では今後も監督ラボをよろしくお願いいたします。ではまた次の動画で会いましょう。まあ、あとその待ち時間の休憩室にですね、そういったその食生活のこういった方がいいですよとか、そういったものがですね、載っておりまして、ラーメンのつゆは全部飲まない方がいいかと思います。お酒ですね、飲みすぎると良くないので、週2日休肝日があればいいと書かれておりました。あとは、まあ、野菜を食べること、